本で、まあ、高校を卒業して、その後自分の興味のあった、まあ、お菓子を作る専門学校に行きまして、でパティシエとして3年間働いたんですけど、一回就職してみて本当になんか、なんだろう、このままだったらどんどん動けなくなっていくなと思って、なんか大きめのアクションを起こすんならやっぱり早いうち、なんか年齢を理由に動かなくなる前に動いてしまおうと思って、でそれでまず大きくアクションすることを決めまして、でまあ高校の時、高校2年の時にうちのお父さんの思いつきで、あの1ヶ月ぐらい夏休みを使ってオーストラリアに、あの短期留学みたいな感じで来まして、で語学学校に通って、まあ、それはもう一人で飛行機から何かでやって、でまあそれで多少縁があったので、まあ、今回オーストラリアに来ることを決めました。僕がやっぱり日本人にしても、あのかなり内向的というか、あんまり積極性がないんで、まあ、その点、まあ、こちらのオーストラリアの人たちの積極性とか、まあ、フレンドリーな感じっていうのはすごい真似していきたいですし、あと何だろうか、まあ、ヨーヨーを通じて本当にもう自分と全く関わりのないような人たちと会って、でそんでいろんなこと話してっていうのがすごい面白かったんで、そういうことがこっちでもできたらなと思ってます。今日はこれからどちらでやられるんですか？もしもちょっとまあこの辺ブラーっと見て、どの辺がいいかな、他の人とあまり被らないところを探してやります。じゃあ今日はありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。それじゃあ頑張ってください、はい。